ラフサ遠征は、オスマン帝国によって1550年から1551年に行われたアラビア半島東岸を支配下に置くことを目的とした戦略的な行動でペルシア案の出口を保持していたポルトガル帝国を圧迫し追放しようとしていた。ラフサとは、現在では、カタール以北のサウジアラビアの東海岸を指す、あるアハサーがトルコ語でなまった形である。 オスマン帝国は1517年にマムルーク朝を倒してエジプトとヒジャーズを占領したがポルトガルによる航海とペルシア湾出口の占領によりインド洋の貿易ルートが遮断されこれら新しく得た土地の収入が大幅に減少するという政治的及び経済的状況に直面していたエジプトで起きた反乱を制圧して支配を確立したことで オスマン帝国は1520年代半ば以降、征服と支配の両面での拡大政策を行った。西部では1538年から1548年の間にイエメンにエアレトの支配を確立し、1534年にはバグダッドが征服され、さらに1546年にバスラが征服された。オスマン帝国はインド洋につながる。 沿岸2カ所の支配を確立した。ラフサ地域の中心であるカティーフの主張とバーレンの大使はスレイマン大帝が1534年にバグダッドを征服した後特使をスルタンに送りスルタンへの忠誠を宣言した。この地域は公式にはオスマン帝国の支配下にあった。しかしカティーフ首長は1534年にオスマン帝国への忠誠を宣言した一方で ポルトガルの支配下のホルムズ主長国にも服従し、従って間接的にポルトガルの影響下に置かれていた。オスマン帝国の次の目標は、ホルムズに拠点を置く、ポルトガル人を恒久的に排除して、ポルトガルによって封鎖された、この地域の貿易ルートを復旧することだった。バスラをエレアトとして支配体制を構築した後、今度はラフサ地方を支配下に置こうとした。 ミニチュアールのオスマン帝国兵当時の大宰相である、ルステム・パシャの命令で、バスラ総督、ムハマド・ビラル・パシャ指揮下のオスマン帝国の部隊は、ほぼ地元の兵力で編成され、バスラから出発し、1550年に、南約550キロのカティーフを征服した。インド副王のアフォンソ・デ・ノローニャこれを脅威と見た。ホルームズ司令官のアルバロ・デ・ノローニャは1551年7月に、 回路でポルトガル兵1000人を送り込み、3000人の地元勢力の協力も得て、400人のオスマン、帝国の守備隊が守るカティーフの商用祭を攻撃した。防備不十分な城を守れないと判断した、オスマン軍は撤退した。ポルトガル軍は上陸して城を破壊した。その後、ポルトガル艦隊はバスラまで進出したが、あえて攻撃は行わなかった。 この地域を本格的に征服して支配することを決意したオスマン帝国はポルトガル艦隊の撤収を待ちより強力な部隊を派遣して1551年8月にカティーフに再度入った今回の部隊は1000人の重機装備の不評で構成されさらに数門の大砲と公平部隊や調査官までもが同行していた公兵部隊は 海からの攻撃に耐えられる要塞の建設に着手した。その間、調査官たちは、首都、周辺地域の租税台帳を作成した。数ヶ月後、要塞が完成し、オスマン軍は、前進を続けて、約170キロ内陸に位置する、この地域で最も重要な都市である、不夫婦に入った。不夫婦の占領を受けて、長年ラフサ地域を支配していたバニハリド族は、 サードゥン族長に引きられて行動を起こした。しかし、オスマン帝国軍の高い軍事力によって彼らは阻止され、夫婦の脱会は果たせなかった。オスマン帝国の記録によれば和平が成立し、さらに内陸の砂漠地帯の管理については一種の所領としてサードゥンの手に委ねられた。夫婦はラフサの軍事及び行政の中心地として組織された。同年、 市内の学校やモスクを維持するための財政関係の整備も行われた。この遠征により、オスマン帝国はペルシア湾西岸を支配し、ポルトガルの脅威をここで食い止めた。1年後、PD レイースは2度目のインド洋遠征を開始し、マスカットとホルムズを攻略目標とした。ラフサでのオスマン支配は、カタールとバーレーンまで広がったが、 ラフサ総督のバーレーン行為戦は失敗した。地元の主張は引き続きオスマン帝国に従ったが内政面では自立したままだった。1552年の p、e. d レイスによるホルムズ攻撃の失敗により、この地域のオスマン帝国とポルトガルの間のパワーバランスを崩れず、双方は貿易関係の強化に焦点を移し始めることになる。オスマン帝国は サファビー朝との戦争の影響でこの地域への関心を失い、徐々に守備隊を弱体化させた。バニハリド族は行動を起こし、オスマン帝国は1680年にこの地域から排除された。1818 18年にはフハーブ派の反乱を鎮圧したイブラーヒームパッシャは同じ年にラフサでオスマン帝国の支配を再確立した。1871年、 当時のバグダード総督、ミドーハトパシャによる第二次ラフサエン制によってオスマン支配が再建されたが、1913年にはサウド家にとって変わられた。ありがとうございます。